9月28日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて1円38銭安い 2万と2270円39銭で終えています。今日の高値というのは5番に取りました。2万と2299円でありまして、今日は前場安かったんですが5番にかけて値を戻すような動きとなりました。トピックスもマイナス圏ながら値幅を下げ幅縮める動きですね。昨日に比べて引け値では 4.45 ポイント下落の1727ポイントちょうどで終えています。東証一部全体の6割にあたる1289銘柄が下落です。上昇したのは全体の3割725となりました。日経平均株価の動きをまずは5分足チャートでご覧いただきましょう。日経平均今日の動きです。今日は朝方売り物から始まりましたが、売りが一巡した後はこのように値を戻す展開と、下値をじわじわと切り上げる展開となりました。2時あたりでは日経平均が前日比でプラス圏に浮上する場面もありまして、大引けにかけてプラスとマイナス交互に揉み合ったんですが、結局はマイナス、とはいえ1円安というのが日経平均の動きでありました。トピックスも同様の動きでありました。今日は中小型株が冴えなかった一方で、大型株で底堅い銘柄が目立ちまして、日経225などの指数的には小幅安で終えています。大型株の中で、これまで敬遠されていたような自動車ですとかエレクトロニクスといった外需系セクター、今日は買いが流入しました。例えばこの7203トヨタ自動車。日経平均指数とは対照的に朝方買い物からスタートして、結局そのまま終始プラス圏を維持したというのがトヨタ自動車の動きであります。トヨタ 1% を超える上昇、77円高の7116円で1日の取引を終えています。同じように外需系のエレクトロニクスセクター、6758ソニーであります。ソニーはほぼ昨日の終値あたりと同じ水準で朝方10時過ぎまでは揉み合っていましたが、その後じわじわと上げ幅を広げるような動きとなって右肩上がりの5分足チャートを描いています。ソニー終了時点では実に 2% 強ですね、 2.3% 高の5726円で1日の取引を終えました。ソニー冷やしチャートをご覧いただきましょう。こちらです。このところ5500円、5600円付近での売り買い交錯相場、陰線と陽線が交互に出るような相場続いてきたんですが、今日はそれを明確に頭が上抜けると大きめの大陽線を立てて買われています。 2% 超える上昇率になりました。一方今日冴えなかったのが東証一部では中小型株、そして新興市場は冴えませんで、マザーズ指数は今日終値ベースでは年初来の安値を更新しています。マザーズ指数冷やしチャートです。こちら終値ベースでの年初来安値となった今日は 1067.48 ポイントでマザーズ指数は今日1日の取引を終えています。代表銘柄見ておきましょう。2121ミクシーであります。ミクシーこのところ冴えない動き続いています。社長の書類送検、それから社長の交代などが伝わってきていますが、新興市場全体からやや資金が逃避気味といったところなんでしょうか。今日も安値更新ですね。ミクシーは2743円で1日の取引を終えています。今日は東証一部中小型株、そして新興市場軟調でありましたが、東証一部の大型株の一部が底堅い動きということで、日経平均トピックスとも5番値を戻す展開、とはいえ小幅ながらマイナス圏で終えたというのが1日の動きです。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。